ピエール・フェリックス・語りは、フランスの哲学者、精神分析家、精神科医ではない。10代の頃、フェルナン・ウリを介して、ジャン・ウリと出会い、精神分析を志す。パリ第8大学の精神分析コースにおいて、ジャック・ラカンの下で学ぶ。1968年5月革命以降、ジル・ドゥルーズに出会う。政治犯救済運動を推進する一方、 プロは近郊のラボルド病院に分析家として勤務し、精神医学改革の運動を起こしてきた。患者を院内活動、クラブ活動に責任ある参加をさせ、集合的主体化の拠点づくりを目指す制度による精神療法参照。個人の確率よりも集団と個人の間に現れるその局面の主体性を作ろうとした。入門書として、 闘争機械、エコゾフィー、理論的著作として、精神分析と横断性、分子革命、プルーストロンの機械上無意識などがある。自伝的作品に、リトルネロ、芸術作品や数学を論じたものに、分裂分析的地図作成法がある。分子とは比喩で、体積の変わらないモールと対地される。意識が、 モル的な動きしかできないのに対して、無意識は自由に元素のように結びつき様々な分子的な結びつきを実現する。無意識を第一義に置いた視点は、今もって斬新である。一著、カオスモーズの題名は、カオス、コスモス、オスモーズの三語を組み合わせたジェームズ・ジョイスによる造語である。1972年、ジルズ・ドゥルーズとの協調活動で、一躍有名になった。 フロイト的精神分析を批判し、独自の分子的精神分析を提案した連作、アンチオイリプスとセンノプラトーは、まだその可能性が組み尽くされたと言えない。他に共作で、カフカマイナー文学のために、哲学とは何かがある。スター哲学者、ドゥルーズの影に隠れていた感があったが、翻訳が完備し、新たに注目を集めている。がりの思想は、情報論のピエール・レビラに、 大きな影響を与えた。ありがとうございます。